年度末ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。どんな電車や。平成もね、もう終わりますよ。ね、明日さ、元号が発表されるの。明日はそうです、発表されるすごいね、なんか11時半ぐらい。すごいなぁ。すごいんですよ。すごいね。さ、世の中にはさ、大正生まれからいるじゃん。大正、昭和、平成、うん、新しい元号でしょ。4つ元号渡ってさ、うん、もうどうなのそれ。わかりづらくない早速質問してよろしいですか。素人の歌馬さんとプロとでは何が明確に違いますか。いろんな実力の人がいますけど、だって。でも素人の歌人気が出たらさ、言うて人気が出たらテレビにバンバン出てさ、そうですね。それでなんか持ち上げられて、わーって売れていくわけじゃん。そうですね。だからさ、上手い下手じゃないもんね。あ、上手い下手。人気があるかないかじゃん、言うて。素人の歌馬さんとプロの歌馬さんでも別に実力の差はなかったりするじゃないですか。あるある。それはそうだよ。上手くても、人気が出なかったら、それまでだし、素人ってことになっちゃうじゃん。クラシックの歌馬さんと、プロのクラシックの歌馬さんじゃ全然レベルの差違いますけどね。ただ、ポップスの場合は、それは差はあんまりないわけで。そうだよね。歌馬さんの方が上手いことは絶対ある、ね。そうですね。でもやっぱりそのさ、人気があるとかさ、うん、お客さんが作ってるのは、やっぱりその歌上手い下手だけじゃなくて、うん、それ以外の要素が、ね、あるじゃん、それはありますよね。その人には魅力的な何かを持ってるとかさ。うんそう、お客さんがやっぱり決めることなんで。まあそうだね。ポップスに関しては特にそうだよね。うん、まあクラシックももちろんそうなんだけど、はい、ポップスに関しては特にそうだよね。そうですね。うん、ミスチルの桜井さんはよく発声が悪いって言われてるけど、ずっと人気ありますもんね。そんなこと言われてるんですか、発声悪いって。かわいそうだね。あんなに爆発的な日本の代表するような歌手なのに、発声悪いって言われてるの。なんか怖いね。まあ、桜井さん。発声とかどうでもよくて、ミスチルはミスチルじゃね。まあ、桜井さんの声で言ったら、声帯小さいし、もともと声高いですから、多分素人の人がそれを聞くとね、閉まってるように聞こえるんじゃないかなと思うんですよ。桜井さんの声って。でも、それは他の歌手の人と違いないですよ。桜井さんの声だって、他のポップスの歌手だって、発声的にはそんなに違いはないですよ。ただ、声帯が小さい人って、喉が閉まってるっていう風に勘違いされやすいです。声高い人たちって声帯閉まってるって勘違いされやすいです。でも逆に言うと、声が低い人ってすごい喉が開いてるって勘違いされやすい。だから僕とかそうじゃないですか。すごい喉が開いてるって、ポップス歌ってても喉すごい開いてるねって思われるんだけど、声が低い人たちっていうのは割と喉が開いてるっていうふうに勘違いされやすい。それはやっぱ耳を養っていかないといけないです。J-POP スで喉開いてる歌手って誰がいます？だからまあその、この手の質問多いよね。この手の質問は多いんだけど、空いてる歌手っていうのは、ポップスで空いてる歌手はいないですよ、一人も。だってそれで歌ったらちょっとキモいっていうか。で、そんな声楽みたいな発声になりますよ、そんな。あああああこんな空いてる声で歌ってる歌手なんかいないし、ポップスってやっぱりそういう歌い方じゃないし、マイク使うんで、うん、そんなに開けてね、歌うっていうのは違います。歌うわけじゃないので。でも開けることができるんだろうなっていう人はいっぱいいる。いっぱいいるし、逆にものすごい閉まってる歌手はいるし、だからすっごいクラシックみたいなバーンって、ね、喉が開いてる歌手っていうのはポップスにはありえないわけで。必要ないっちゃ必要ない、うん、呼吸についてですが、お腹背中の膨らみは筋トレのように長期間かけて大きくするものなのですか。うん、やってれば大きくなるって感じ。ああ、だんだんでも広がってきますよね、そこはね。正しいところにちゃんと入れられてれば。いつの間にかなんかこんなになってたみたいなね。はい。でもね、ちょっと贅肉もあるんだけど。みんな僕の、ほんと、体験レッスンとか、うん、僕のここ触って、おおってみんな言いますもん。多分僕も初めからできてたわけじゃないと思うし。そうですね。生まれた時は3つでしょ。こんな広がるのみたいな風に、反応してくれますけど、まあ多分広がっていったんだと思いますね、それは。そうだね、徐々にね。